プですね。左が現レガシー神川北志郎選手、そして右が、挑戦者織茂優斗選手となっております。和やかに話してますね、うん、ただこれは川北さんのペースに、なるほど、いつものいつもの川北ペースなのかもしれない。これは川北志郎選手は唯一、無敗の神として神決定戦で君臨し続けてきました、はい、今回で防衛戦もなんと9回目ということになります。ハカシノビ、ハカシノビ入ってるんですね。そうですね、こちらがやはり堀本選手もポイントだというふうにおっしゃってました、はい、ただ川北さん悪意のお袋4枚入ってますよ ね迎え撃ってますね、うん、飛行とか関係なく、はい、アンコウと大差ない感じになっちゃってます、うん、真の名の宿敵が鍵ですね。これが着地できるかどうか、うん、でも着地しても大差する手段3枚あるか。悪魔の腹腔、毒の濁流、ベールのリーダーな、あ、ちゃんと抜かりない、抜かりない、ね、抜かりない。しかし織茂選手事前のインタビューでは、まあ、緊張しているとはおっしゃってたんですけれども、はい、もうかなり自信に満ちた話し方といいますか、はい、もう闘志を感じる。これまずレガシーやヴィンテはやっぱり先手が勝率変わりますから ね、 大事ですね。お、さあここで川北選手が先行、先行、うん、特に悩まずキープしそうな。ランド2のシギレイ2のアカレハ、うん、いやグッ、すごいいい初手じゃないですか。デルバーに対してこれ以上ないくらいの初手ですね。なるほど、光ってますね。あと、はい、あと黒いですね。さあ織茂選手の初手がこちら、こちらもキープのようですね。はい、まあそうですね、ちょっと土地が多いのが心配ですけど、うん、これ渦巻く知識引けないとマナフラットしやすいですね。なるほど。さあいよいよ神決定戦も詰め、レガシー神決定戦開始となります。まずは川北選手、シギレンのシャーマンから。レガシーベストクリーチャーと言われているクリーチャーですね。18今ギターチョウ打たなくてもよかったかもしれない、うん、もう一枚情報を増やしてからでも。なるほど。やはり今のレガシー環境はこのシギレンのシャーマン中心にして回っていると言っても過言ではないんでしょうか、はい、そうですね、はい。シギレイを使うか、あのアンフェアを使うかといったところです。あれ本当にあらゆるデッキにシギレイ入ってますね、うん、まあ書いてあること多いですよね、うん、テキストが多い。そうですね。お、不毛は嬉しいですね。土地2の相手に対して不毛は嬉しい。難しいですね、まあ、稲妻かな、うん、稲妻でシギレイ焼くのが一番。自分もシゲレイか、うん、どうでしょうね、これし、うーん、ま、相手にリリアノを出させたいからこそ出したように見えますね。なるほど、なるほど。さあここでドローが春夏の魔導士。さあ川北さんはこれに引っかかるのか。だって議託者、これ議託者派の調査を打ったことが逆に川北さんを疑心暗鬼にさせるというか。なるほど。リリアナ見えてるのにしぎれ突っ込んできた、つまり目くらましはあるって思われるんじゃないですかね。なるほど、はい、目くらましがバレてしまうようなプレイに思えますね。これはなんで稲妻打ってしぎれ2体目出してエンドが一番良さそう。毎回ですね、この数々のドラマを生んできたこのレガシー神決定戦ですが、今回もどんなドラマが待っているのかというところですが、やはりここは稲妻で、はい、うん、あ、シゲレ2体目出していくんです、うんうん、その通り。どうでしょう、序盤の攻防としては川北選手一歩有利と。そうですね、ですかね、相手に稲妻を使わせてしまったから、自分まだ稲妻で良かったような気もするんですよね、うん、まあ、本当は
ったらほぼ稲妻打つと思います。ちょっと墓地が2つに分かれてません、折間さん。そうですね、さあこの後、はい、置かれるのかと思いますが、ライトニングボルト、あ、吸収されましたね。ではデバか、はい、うん、だこれもう 手札で見えてる赤霊波の餌食になりますし、うん、ここで、ま、マナを引かれるとベールのリレーが通ってしまい、うん、きつい場面ですね。放送ビルか、カーケスさんの時ほとんど一体に交換するカードで占められてるので、うん、ウィル以外は本当に全部 1,2 取るようなカードなんですよ。なるほどなるほど、これまさに今これめくらましケアしながら出してますね。うん、まああともしアンコウとかなん、あの宿敵出てきても大丈夫なようにジリアナを取っています、ね、あ焦ってる、ヤンパイ見せちゃった。ここで即変身してほしいところ、あ、いいですね、かなり欲しかったカードですね、うん、ここは見事変身して、しかも稲妻を引き入れていると。 今戻すのボルカじゃなくてアンシーの方が良かったかな、もしかして。そうするとボルカで焼いて不問大地できたので、あ、なるほど、うん、さあここは難しいが、うん、ヤンパイ出しても良さそうに見えます。あ、うん、いい、これでいい。ここで若きグレン術師をキャストして耐えない、はい、ここでジェイス、そうですね、あんまり望ましいドローじゃないですね、うん、出る場合では重いカード極力引きたくないので、うんうん、今一番いらないドローだったと思います、はい、デッキの中で一番重いカードですよね、ジェイス。そこでリーガーナをキャストしていきますね、はい、これはデイズ食らいますね。いや、あれ、あ、デイズがないのかな、あ、そうか、さっき使ったのか、はい、多分そうか今手札にあるのがおそらく稲妻と、なんでしょうね、稲妻と不問大地、そしてアンダーグラウンドシート、そうですね。ただヤンパイが生き残ったんで、若きグレンジスが生き残ったんで、このまま、まあ、リリアナは無視して、うん、もう大丈夫そうな、シギレイを焼いて、ま、土地を破壊してマナハメ戦略に、なるほど、デルバの得意な戦略に持ち込めそうに思いますね、うん、結局今このグレンハもデルバが墓地に行ったことで役に立ってないので、うん、これはデルバー側が今ちょっと有利です、うんうん、さあここでドロースペル引けるとかなり嬉しいところですが、シギレイのシャマンですね、あ、でも嬉しいですね、うん、リリアナ無視してもいいくらいですね、うん、お互いディスカードなら嬉しい。さあ正しい、ここ難しいな、ここ正しいプレイができるかどうかで、うん、だいぶ変わりますね。まずアンシーを破壊かな、あ、ボルか、あ、そうか、あれ見てるからか、お、正しいプレイしてますね、がこれをフォースオビル、うん、これ先に稲妻打った方が良かったですね、あの不毛されるかどうかでカウンターするかどうかが変わるんですけど、まあほとんどカウンターするか、うん、稲妻のトークンが1体入ってきますね、はい、うん、これは、うん、折間さんの方がちょっと有利かなといったところ、うん、リアナプラスして渡
高いですか、うん、お互い無駄なカードが墓地に行きました。ただこれシギレイの睨み合いになりつつ、さあここでドローが引けるとすごく嬉しい場面、さあお互い序盤の攻防が終わって取って札はゼロ、あ十分、うんうん、不問は嬉しい、そうですね、マナハメモードなら、うーん、はい、ここで渦巻く知識、ただこの場面の渦巻く知識はそんなに強くないですね、どっちも引けなかった、うん、これシギレイが睨み合うと本当に優先権の渡し合いで難しいですね、うん、ここからシアンを加えました、はい、おお、うん、4枚目連続、4枚目3枚目ですね、あこれ川木さんのブラフですね、うん、一応好きなもの出せるぞというブラフなんですが、ここは受け入れた方がいいと思います、うん、ここそうですね、考えますね、稲妻も打てるし、うん、致命的な人同士も打てるし、うん、うん、悩ましいな、ここはここスタックで起動しちゃいたいですけど、うん、しない方が実はいいんですよ、あ起動してマナを出せなくしたんですが、はいはい、ここで逆に柿田選手が動けるようになると、そうですね、ただシギレタップして試案なので、うん、相当苦しいですね、これは土地引まず土地引けないといけないというシャッフル、はい、ただシャッフルで3ターン得たと思えば、うん、不毛3連発すごいですね、うん、本当にこれもう年引くなって祈るところです、うん、さあトップは途中じゃない、はい、渦巻く知識か、強い、さあ稲妻で春章を そっちかな、溶けてリアナを除くと、はい、シグレイの方が良かったと思う、まあ、もうディアナ無視してっていいのでマナを減らした方がいいから、うん、ここは起動した方がいい、あ、うん、ここは起動した方がいいんだけどな、うん、強いですね、ここでシアン着々とトークンが出されてきますね、お、しかもトップ3枚ともいい感じですね、これは相打ち上等で殴ってます、ね、もう川木さんの場がシギレイのシャーマンしかいないので、うん、さあもう一度、さあ今度は渦巻く知識があった、さあ土地を引き込みましたが、これはどうでしょう、もう毒んだく竜しかチャンスがないので、うん、それにかけるしかないから、ここはちょっとぶ、うん、いつ仕掛けるかですね、うんうん、難しいですね、でグレンハ残しか、あ土地を枯渇させてマナを出させないようにした方が確かにいいかもしれません、うん、今起動か、今起動だとあれもしかして川木さんのチャンスが
生まれてしまうのでは。毒の濁流が打てる、打てるかもしれない。ちょ、全部通しましたね。これちょっとハラハラしてきました。川北ミラクルがまた起きてしまうんじゃないかと。あ、起きだそうですね。クラガンの命令、ね、打ちそう、打ちそうですね。メインでフェッチしたということはそういうことかな。あ、これは積み積みですね。逆転できるカードがない、うん、おさあここで投了、はい、さあまずはレガシー新決定戦1本目は挑戦者オリモ選手が選手しました。不問題値いっぱい引きましたね。そうですね、はい、かなり本当に出る番望む展開になりましたね。序盤展開して土地を破壊して攻め続けるという、うん、この展開が高さんのおっしゃっていた理想の展開ですね。そう、そうですね。もみ消しまで入ってるともっとそういう展開になりやすいんですけど、うん、もみ消し型じゃないので不毛をいっぱい引けるといいですね、うん、なんか当たり前のこと言ってますけど、不毛、不毛をいっぱい引けるといい。ノータイムでキープしましたね。しぎれしぎれブレイン細ビルとちさん、うん、なるほど、悩まない、悩まない、悩まない、いい初手、うん、まあ、デルバーはデルバーデッキはあの色マナが14しかないので結構無色マリガンとか、あ、無色マリガンになりましたね。対してオリモ選手は1マリガン、マリガン後の初手がこれと。そうですね、うん、デルバーよくこの無色不毛だけマリガン多いんですよね、うん、まあ、ただダブルマリガンよりはこの身がある初手、まあ、戦術もありますし、うん、1枚島引ければいいので島デュアラン、さあプレイですね。帰宅者の調査も一応あるありますからね。これはキープすると思います。これは即したですね、うん、年じゃなかったと、オリモ選手引き込んだのが陰謀断式療法、ね、そうですね。ここで黒マナ引ければ、うん、手札のシギブレインストームかな、ブレインストームを落とす方が良さそうですね。引けなかった。さあ不毛、はい、即不毛ですね。後手の不毛は自分展開しないからあんまり嬉しくないんですよ。あ、強い。あ、ここでこれも川北選手の代名詞と言ってもいいでしょう、はい、いつも打ってるイメージありますね、うん、トーラックへの参加、はい、トーラック、トーラック、はい、さあ完全ランダムディスカードが2枚と、はい、もう川北さんのペースに。そうですね、なあ、ここでデイズ、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 まあ、デイズ、デイズは今全然役に立たない手だったんで、うん、なるほど、そんなに苦しくない。相手の土地事故に期待ですが、まだまだ土地はありますね。ん、あ、もうあと1枚しかないのか。シギレイがあと1枚と。そしてオリモ選手は土地がない。ないですね。うん。シギレイ2体目は出すかどうかで悩んでます。なるほど、フェッチを使うべきか否かで。これはそうした時のメリットとデメリットというのはそれぞれどこら辺が考えられるでしょうか。ドローした後にフェッチランドを起動した方が、まあ、選択肢が増えるんですね。今、うんうんうん、あのフェッチランドを起動してシギレイのシャーマン出すよりはシギレイのシャーマンのマナからシギレイのシャーマン2号を出してフェッチランド構えて5号が一番選択肢が多いから、引いたカードでブレインストームを打つかどうか決められるんですよね。なるほど、ありがとうございます。
そしてなんとないですね、うん、さあ打って変わって身動きが取れないオリモ選手です。この、まあ、除去だらけの手札をブレインストームで入れ替えて1対2取れるカードに交換してもいいと思いますね。 なんせ川北さんのデッキほとんど1対2に取れるカードばっかりですよね、うん、あ打ちますね。ここは、はい、放送ビル、クロートの放送ビルです。クロートの放送ビル、クロートの放送ビル、ブレインストームに放送ビルですね、はい、ここはやはり挑戦者さすがといったところでしょうか。ただ結局勝つのにクリーチャーが必要なので除去が残っててもきつい状況に変わりないんですよね。そうですね。まずはシギレのシャーマンを除去してからなんですが、除去もない土地もないマナもない。そしてシギレ2体はいる。さあ徐々にこのシギレビームが、はい、もう南禁止も納得の、そうですね能力が多すぎますね、はい、なんで序盤マナ出した後に大仏詰めてくるねんと、はい、思いの方も多いでしょう。あ、これもうメインでシギレビームビームで、なるほど、相手の探索リーチャーを出させない、あーなるほど、格好ですねおそらく、うん、ビームビームですね。その通りですね、はいはい、さあ4点早いですよね。早いですね一気に4点クロック。あ、引きました。さあ途中引いた。ようやく待望。さあここはインボタン式両方。まずは知っている程度を落としてから、うん、まあ、除去除去稲妻もあったのでまだきついんですよ、うん、ビームビームで稲妻ビームで、なるほどもう詰められてますね。思った以上にライフが詰まっている状態ですね、はい、もう次のターン6点ありますね、うん、稲妻とビームとアタックで6点ですね。ダメだ、ここで除去引けないと終了かな。さあここで挑戦者投了、森本選手が投了してゲームカウントは 1-1、 ここからサイドボードです、はい、メイン戦は両者譲らず 1-1 のままサイドボード後に突入します、はい、さあサイドボードなんですが、はい、僕の愛したカードがサイドボードに入ってますね。森本さん、はい、ニガバナ、ニガバナ、しかもこの街すごい強いですね。そうですね、はい、単体除去と交換しないカードなので、で川北さんが水尾ゼロなので割られない、うん、すごいすごい、ニガバナをトーナメントで見れるなんてやはり織本さんここら辺も、まあ神の川北選手がミッドレンジ寄りのデッキを使ってくる可能性もあるということも考えて長期戦強いカードとして入れたというふうにおっしゃってますね。川北さんって、うん、コントロールの方が好きなイメージありますもんね、うん、はい、ビートダウンデルバーを使うよりはあのフィニッシャーで、うん、シギレのシャーマンは好きだけどデルバーは嫌いみたいなとこあります、ね、なるほど、川北さんこれはかなりキラーサイドになりかねます。そうですね、ニガマナ通ったら勝ちクラスだと思います。なるほど、はい、あと冬の宝珠で、冬の宝珠とか梅沢の実定とかそういう1枚で1対2取れるカードを目指すところですね、うん、冬の宝珠もそのマナを使いにくくするっていう戦略になってるので入れると思います、うんうんうん、さあ対して川北選手のサイドボードですが、さあちょっとリスト出せますかね。はい、こちらですね。また1対2カード多いですね、うん、まあこれこのサイドボードだったら、まあ、コラガンの命令、ローバイのコラガンは入れないか、重くデッキ重くしすぎると、うん、デルバーに土地破壊されて手札使い切れず負けるパターンもあるんで、うん、まあ、ローバイならしは絶対入れますね、うんうんうん、相手の軽いアクションを潰して、まあ、あと湿地の被災、うん、これ若きグレン術師とあの
進路の宿敵両方対処できるんで、うん、マイナス1修正の黒の受給ですね。なるほど。多分星レオボルドだったら、まあ、精神を刻むものジェイスとか意志の力とか、まあ、1体に取れなくて重いカード、うん、重いカードを減らしてデルバーの速度に合わせて、はい、あの1マナとか2マナのカードをサイドイン していく形になります。なるほど。一体にカードが多いのでカードの交換してれば自然とこっちの方が手札が多い状況になると思います。まずそこに刺さるのが苦マナじゃないかなと。ありがとうございます。クリーチャーはお互い減らさない、うん、そうですね。お互いクリーチャー、一体も抜かないのかな。一体も抜かないとデルバーの変身率が下がりそうですけど、うん、サイド後インスタントが減ってデルバーがメインほど変身しないんじゃないかな。苦まなないですね。まあ、でもキープです。残してるようですね。ちょっと残しとかですかね。1、2枚。はい。まあ、序盤のアクションとしては十分。そうですね。ね、はい。このシアン渦巻く知識ギラクシアの調査、3種類キャントリップあるのでなかなか事故らないというか。坂脇田選手もキープしたようですね。うん。うん、特にやはりシアン渦巻く知識があったら大体どんな手札でもキープできる。話さあ手札がさあ、まずはギタクシャーの調査から。このギタ長ちょっと待ってもよかったと思うんですけどね。そのヤングパイロマンサーの受けもあるから、うん、今判別したいカードってそんなにないはず。お、デルバー引いた。デルバー引いたらデルバー出しそうですね。お、よかった。確かにこれは一旦目にあったかいも。確かに、あ、そっか、ある。シーレイかデルバー引いたら出すから、まあ確かに打ちますね、うん、ギタクシャ。さあこれはデルバーデッキの望むべき展開になりそうな、うん、序盤クロック出して守り続ける展開。基本地形からここでシアン、ここ不毛大地されるとかなりテンポ差を取られてしまうんで、うん、島から持ってきてます、ね、うん、除去除去文句なし引きそうですね。あ、ここですぐ変身となりましたね。強い。しかも強い。あ、ウィル、うん、複数残してますね。そうですね、はい、2枚目のウィルが見えくれて、まあこれでウィルでウィルを切ることが決まりそうな、うん、土地ですか。ちょっと土地が多かったように見えましたね。あ、冬の宝珠がある。うーん、悩ましいですね。冬の宝珠クリティカルに、うん、刺さるカードなんで、いや確かにあっても良さそう。そうっすね。いやあっていいんじゃないかな。冬の宝珠相手が島スタートっていうことは不毛が効きにくい展開になるはずなんで、うんうんうん、不毛が効きにくい展開かつマナを阻害したいなら冬の宝珠は必須。なるほど。そうですね。単体受給打たれたら多分ウィルで守りますね、うん、デルバーを守り続けるゲームになりそうです。あ、今川木さんもみ消しあるか考えてますね、うんうん、青1枚貼ってるからアップキープに起動がない。
もみ消しケアしてますね。ケアというか一応最大効率で、うん、ここら辺の動きはレガシープレイヤーの作法といったところですかね、はいはい、よくアップキープに動きますよね、うん、はい、アップキープフェッチ起動とかしますね。ここでここは守った方がいいはず。フェイタルプッシュ致命的な一押し。目くらましをケアした上で、うん、ただ1対1交換のカードにホースビールを打つと苦しいんですよね。どっちにしろ。さあここで冬の補充。ただ自分もあんまり美味しくない状況かな、うん、さあ今もうシギレイのシャーマン引いてイナスマ、うん、早速イナスマ。あ、これも川北さん、そうですね、これ川北さんの頭の中で前のターンから決まってたんだと思います。なるほど。シギレイのシャーマン出ちゃうと冬の宝石効きにくい展開になりますね。とこれは鬼門さん逆に困ってしまうような展開にもなりかねないと。手札も少ないですからね。テルバーデッキって手札の補充が難しいんですよね。なるほど。試案や渦巻く知識って枚数は増えないので、うんうんうん、さあしかしこれは稲妻で、あ、そうですね、シギレイは除去したが、あ、袋がそうですね、袋も一体に効果なので、うん、打ち消せないと厳しいといったところ。しかしここでグレンジッチ、ね、グレンジッチを引きました ね、 ね、これは悪くないでしょうか。悪くないですね、はい。さあそして遠く見立つつメインフェーズで打つことで目くらましが打てる。手つき早いですね。ただ1対1交換を繰り返していけば、うん、そう、デルバーはこういうデッキに弱いんですよね、うん、1対1交換を繰り返すデッキ。本来デルバーが有利な相手って動きが大振りで、あの、うん、カウンターすればいいカードが 2,3 種類くらいしかないデッキ、うん、まあ、コンボデッキスニークショーとかなんですけど、ピンポイントで阻害していけばいいデッキ。そうですね、ピン軸が多くてカウンターしたいカードが多すぎて打ち消しきれないんですよね、うん。ね、グレン、お、ニガバナ、ニガバナ、ニガバナ、しかも刺さる。この状況の間に合った。ニガバナはすごいですね。間に合いましたね。で、非常に強いですね今の状況、うん。川下さんの手札が泣いている。状況が効きにくい上に袋を気にせずアタックできる。さあちょっと今日一で嬉しそうな川下が見れましたが、ニガバナ、お、心なしか川下さんもニガバナかよという。うん、表情に。まあでもここでシギレイとか出てくれば間に合うかな。さあまずは渦巻く知識、これ冬の宝石効いてますね。効いてますね、かなり、はい、行動回数制限が かけられてるせいで、うん、苦花が間に合いそうな展開です。ヒムはいらないとして水流入りますかね。袋はもう役に立たないから戻しちゃうんですね、うん、次のターンレオボルドラスさんなんですかね。これはまあ殴りましょう、うん、はい。さあこの2アバンテージが、あ、起きない起きない起きない、うーん、アンシーかな。そうですね、ニガバナ、うん、これはどうでしょうね。レオボルド出現するか。多分おそらくアップキープにフェッチしてレオボルド出すんじゃないですかね、上2枚が重いカードなので必要ないと、うん、ここで目くらましできたら最高なんですけどね、うん、
リオボルトが出ると状況的にはどうでしょう。ああ、カーキスさんが有利になりますね、うん、そのドロースペルを完全に封じられた上で、まあ、三三が止まりにくいと思うんで、うん、このリオボルトが通るかどうかですね。勝負しに行きましたね。あ、取りました、ね、取った。ただまあ稲妻でもいいので、うん、さあ苦花でライフを削りながらチチと組み出していきます。さあここでシゲのシャーマンですかね。どうしたの。そのようですね。これは大きいですね。そうですね、今の状況シゲレは。ただ川北さんも状況があったような気がする。稲妻があるのかな、はい、あ、ここでコラガンの命令引きましたね。ただ冬の補充のせいでかなり、うん、制限をかけられている状況です。さあここで水流派を稲妻に当てられていますね。これ6ですかね。3点テイクしてますよね。でアップキープ減って6ですね、うん、おそらく。この逃げ場の使い方が問われる。あとはレオボルドをジャンプしてシギレービームで間に合うかといったところですかね、うん。ああクリーチャー出すか悩んでますね。あ、うん、いい、このデルバーはいい、間に合いそうですね。オリモさん冬の星刺さってますね、うん、冬の星じゃなかったら今頃1対2のオンパレードだったんで。これはチャンプブロックかな、うん、はい。まあ、シギレも殴った方が良かったですよ。この1点でかいですよ、うん、そうですね、はい、毒引きましたね。引いている毒が間に合う、間に合えば致命的な一押しも見えたように思うんですが、はい、あ、変身するかどうかで多分打つのを決めるんだ。なるほどなるほど、はい、変身しなかった、しない。これで2点。もうすごい細かい計算のゲームになってきてますね、うん、2点食らって 5ですかね、うん、これはかなり、はい、シーソーゲームです、ね、地ライフですね。重みが大きいですね、はい、さっきのアタックでかいと思うんです。でかいですね、はい、響きそう。これここで土地引けると毒を間に合う、間に合わない そうなるともうプッシュを打たないとライフが持たなそうですね、うん、ビームビーム飛行で足りそうな。かけす7。いや本当にさっきの1点響いてる、うん、さあダメージソースは川北選手の手札のコラガンの命令ですね、はい、それで一応冬の補充さえ割れれば、まあ、あとは手札使い切れるんですけど、私はそこまでの時間があるのかと。なさそうですね、はい、冬の補充すごい効いてます、うん、そして2がバンテージで2がバンテージか。オリモさんもしかしてこれデッキの中にもう土地ないです。もう一枚アンシーがある、あもう一枚アンシーがあるのか、うん、だとしたら次宝珠で起こすのは赤マナかな。赤マナですね。ただ迂闊にフェッチ起動できないんですよね。ライフ1点が差を分けるゲームだから。次2ガバンでアップキープ4になって、うん、チャンプブロック用のトークンを除去されて攻撃されると1になって、うん、で次のアップキープには花で死にますね、うんうん、2ガバなし宝珠苦しいって言ってますね。難しすぎるこれは。
次一番めくれて嬉しいのは何ですかね。めくらましか稲妻かな。稲妻が最高ですね、うん、デルバーが稲妻公開しながらだともう最高ですね、うん、あ、水流派もあるんだ、うん、稲妻は川北さんケアできる。さあその上でここからどうでしょう。オリモさんがエンドにシギレビームでカーキさんを5にして、うん、でおそらくバッドランドアンタップしますね。バッドランドアンタップして稲妻とシギレビーム両方の受けを作って、うん、あ、ブッシュ、はい、あ、あ、え、アンシーでいいのか。バッドだぞ。バッドがいいはず。赤花が欲しいはずだ。難しすぎますね、うん、さ、これでライフが4。おめくれて、めくれて、まだ死んでないです、うん、あ、1点、あの時の1点がここに来て、そして、あ、打っちゃダメだ、勘違いしてる。さあこれは引けないですし、レオボルドでワンドローですね。対象に取られてるので、対象のプレイヤーの手札を見るので。なるほど。あ、自分に打ったことにし、あ、なるほど、自分に打ったんですね。意味のない行動かき選手見せてしまいましたがあ、ピン熟ケアして1体残してアタックして、うん、で2にして勝ちか、勝ちそう、うん、うん、だから ここで見せる男が川北ですかね。本当にアタック、あの1点、うん、あの時の1点、稲妻でもいいですね。稲妻本体で 花でいい、ゼロになります。稲妻だと勝ちですね。この反応は重いカードですかね。春章の魔導士ですね。お、本当にナイスサイドカード、うん、苦花と冬の星両方とも劇的に刺さってますね。ダメか、ダメですね。ジャンプ、はい、で手札の除去は悪魔の布告なので、フェアリートークを牽引されてデルバーでゴールですね。さあ、ね、ここで投了、はい、さあこれでゲームカウントは 1-2、はい、柿田選手追い詰められて、挑戦者オリモ選手がレガシー史初の神の座ダッシュに王手となりました、はい、しかし我々はこの光景を何度も見ています、うん、いつも 1-2 から逆転するのか。そうなんですよね。なぜか 1-2 から、はい、今まで これを8回くらい繰り返してきましたね。そうですね、はい、まず 1-2 からスタートでしょ、うん、さあ今回もそうなるのか否か、それとも陥落なるのか。シギレいます、いま いますね。いませんね。除去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 春章シアンランドさんですね、うん、これはどうでしょう、まあ、いや悩まずキープします、ね、なるほど、はい、デルバー相手にはまずランドが多いのは大事なんですよ、うん、はい、土地破壊で身動き取れなくなるよりは土地3か4あった方がいいですね。序盤の除去もありますからね。なぜか 1-2 追い込まれてから抜群の強さを発揮する川北選手、はい、オリモさんも、ま、土地がない以外は、うん、さあここで真の名の宿敵が2枚ありますね、はい、ただ川北さんの手札には湿地での被災があるため、うん、あ、いいですね、しきれいますね。今
今あえてあのシギレをトップしたのはあの手札破壊とか手札このギタクシア派の調査で見られて情報相手の判断材料を増やしたくないから川北さんは今一番上にシギレの下も置きましたね。先に土地を引くことで相手の考えを狭める、ま、行動ですね。さあ森本さん土地1でしたけど無事引けたんでしょうかね、うん、あ引けしぎれ引きましたね、うん、デルバーから出すかしぎれから出すかそれが問題ですね。デルバーからいきましょうか。デルバーから、はい、これどうでしょう即除去していきますかね。そうですねあのしぎれの方が森本さんとしては残したいはずなので。なるほどなるほど。デイズをケアするか考えてケアせず行きました、うん、まあここで土地戻してくれるなら序盤がかなりあの使えるマナが減るのでという考えだと思います。さあこれ通りましたね。さあ土地を探しに行くブレインストームですね。引けたかな引けましたね。あ冬の宝珠やっぱり入れ直してたっぽいですね。そうですねはい。ただ今はいらないので、うん、もういいかあブレインストーム戻した。でこちらもしぎれて追いかける形ですね。瞬時をプレイしてみるかといったところですかね。で致命的な人を押して相手のシギレをあホースビル打ちました、うんまあ、1対2交換できるカードはカウンターしようという。なるほど。でも切ったのが結構強いの切りましたね。宿敵切ってホースビルなんで、うんね、はい。だったらさトップにあるブレインストーム残してブレインストームを切って宿敵の方が良かったんじゃないかな。GT OK わり。ここで梅沢の実手が通った。でそこで優先権があるので、あれあれ。しぎれ召喚に溶けてますよね。あれ。溶けてますね。稲妻を打たない。何かしら除去しないとこの実手アドバンテージで。ここでコラガンの命令あ、ありますね。ありますね。お、シギレバッチリカードですか。バッチリカードですね。シギレ2点と実手破壊。実手破壊しなくてもいいくらいです。手札破壊の方がいいかも。あ、瞬時を回収ですね。瞬時を回収とシギレ2点ですね。うんうん、でまたコラガンの命令再利用できます。コラガン祭りできますね。あ、破壊。破壊しなくてもいいんじゃないかな。お、しぎれ合戦ですね。相手のスタックにスタックできるようですね。うん、さあこれで両方退場と。モード選び直そうとしてます。でももう解決したからダメじゃないですか。ね、これ瞬時回収の方がいいじゃんってなってますね。これえいいんですかねこれ。まあちょっとおそらくそのジャッジの判断もあると思いますので、はい。はい、
クリーチャー除去してしまえば実点無視できるんで、シュンシュの方が強い状況ですかね。そして赤マナが見つからないですね。さっき赤マナ出す最後のチャンスだった。もうここから川木さんが1対2を取り続けそうなゲームですね。そうですね、はい、春秋の魔導士でカッコラガンの命令フラッシュバックしてといったところです。うん、春秋ブレイン湿地での被災か。この符文は起動しない方がいいように見えますね、うん、はい、マナ出した方が良さそう。おお、1対2のオンパレードですね、うん、はい、全部一体に取るかです。はい、稲妻は違うか。ん？揺れてます？画面揺れてます？画面は大丈夫ですね。うん、はい、大丈夫ですか？はい。ここでお袋。こうなるともうカードの枚数差で川木さんデッキは得意とする分野ですね。これはひたすら 1,2 交換を取り続ける。宿敵すらも悪魔の布告、うん、もう1枚目を放送ビルで使ったので、これも3デッキには宿敵がいない。いないですね、うん、そうなると除去と交換していくクリシャーばっかりだからちょっと厳しそうですね。うん、川木さんちょっとプレイが巻き戻ししてません。あとはカードアドバンテージで徐々に詰めていく状況に。もう手札1対4とかですかね、うん、これ。そうですね、ここで本体に打つほど余裕があるのか。で袋生贄かな、はい、まだコラガンの命令ありましたよね確か。
でコラガンの命令で破壊と回収ですかね。あ、破壊2連、あ、もう爪の状況ですかね。墓地を見た、あ、相手のカードを覚えてからっていうことですかね、うんうん、さあここで織本選手が投了して、はい、勝負は5本目進みます。いつも川北さんは5本目まで、そうですね、見せる男ですね。最終戦は、はい、織本選手の先手からスタートとですね。さあいいんじゃないですか。僕ですが、デルバーシアン、いいですね。すごいですね。湿地での被災じゃない限り、うん、1体に取られたりしないはずですね。あとネメシスも3ために着地できればかなり良さそうな、あ、うん、問題なくキープですけど、ちょっと沼が足引っ張ってますね。なるほど、はい、出れば、はい、ちょっと苦し、川木さん苦しそうな顔しましたね、うん、あ、ちょっとロースペル多すぎて手札使い切れないかもしれない。グレンハ、即グレンハ、そうですね。ここで不問大事引けると最高なんですけど、うん、シアンからですかね。フェッチシアンデルバーですかね。川内さん今もう不毛されないでくれって祈ってると思います、はい、これ不毛されて沼しかないので相当危ない手札ですね。でオリモさんも同じく悩んでる。先シアン打っちゃうとデルバが変身しない確率が、うん、あ、まあでもこれなら変身するからいいですかね。不毛のターンを乗り越えましたね、うん、あ、土地、あ、十分な土地と1マナ状況も、うん、いいですね。うん、悩まずよく打ちましたね。なるほど。ただここでデルバー2体とも処理と。で、イタクシア見てから、あ、これ陰謀出し両方刺さりますね。あ、ブレインストーム2枚ある、うん、ただ本当はネメシス出すのを優先するか、それともブレインストーム2枚取りに行くか、うん、2枚取りに行った方が良さそうな感じはしますね。どうかな、難しいですね。ネメシスで行ってもいいし、うん、結局アドバンテージ手段はいっぱいあるから、あ、ネメシス行きましたね、うん、それでいい。ネメシス、はい、まあ川崎さんデッキ一応3枚くらい大出産あったはずなので、うん、上がベイユでしたっけ。確かベイユでしたね。そうですね、はい、川木さん光ってますね。グルとベータデュエラン、うん、見栄えがいい。そこはかなり悩ましいところですね。フェッチしてからシアンですかね、うん、フェッチしてからシアンか、先にブレイン、上1枚知ってるので、うん、上1枚が不要牌が確定してる状況なので、フェッチシアン、あ、先シアンか、
で、あ、いらなかったらシャッフルしようっていうやつですかね。うん、シャッフルです、うん、ネメシスに触れないと。あとはオリモさんもうネメシスを、ま、守るゲームですね。トゥルーネームネメシス。引いたのが稲妻ですね。稲妻ですね。ここでブレインストーム打つかどうか悩ましいですね。うん、一応メクロマシキアでシギレから出して、まあ、渦巻く知識を打つかどうかなんですけど、まだ打たなくて良さそうです。お、来ましたね。来ましたね。来ましたね。これは僕の愛するカードが。しかもセラピーと相性いいですね。もう何でもかなり相性がいいですね。ニガバナ。いや、ニガバナはカードが強いですよ。さあ、まずはインボーダー式両方から。はい、まあ、これでブレインストームって、うん、これ弾力が試されますね。なるほど。はい、読み合いがありますね。手札3枚くらい知ってますよね。うん、春章と渦巻く知識は知ってるから、そうですね、どういう残し方をするかで。この時インボーダー式両方側を打ってる側のセオリーとしては、はい、やはり見えているカードを宣言するそうですかね。いや、見えてるカードは外されるからなんかもう勘の領域ですかね。勘、渦巻く知識、僕が川北さんなら春章とブレインストーム戻しますね。なるほど。春章と稲妻を積みましたね。あ、なんて何指定しました？春章って言いました。ちょっと音声が聞こえないんですが、多分墓地に落としてないから、うん、手札にないカードなんだ。そうですね。あ、放送ビルかな。あ、ニガバナを確実に通すために放送ビルを指定したかもしれません。このニガバナは強いですよ。でレオボルドは打ち消して良さそうだな。さあ、このネメシスレースに間に合うかどうか。もうリリアンと悪魔の復刻だと逃げ場で間に合わないんですよね、うん、ここは霊を出すかなっていう。それは放送ビルしますね、おそらく。さあ、これを放送ビル、はい、次は折原さん何引くといいかな。追加のクリーチャーか冬の宝珠いいですね。冬の宝珠かじって引くと強い、うん、じってを引くと、そうですね、まあ、止まらない蓄積について超魔生物が誕生、はい、そうですね、はい、うーん、難しいところですね、うん、本当に終わり、はい、アップキープに花が生まれますね。ここでドロー、なんか多色のカードに見えたんですけど、そうですね、コラガの命令ですかね。コラガの命令かな。結構ベストドローに近いものを引いたんじゃないですかね。
一旦終わりですかね、うん、あ、考えてしまうと手札が予想されてしまう。ノータイムで5だと土地に 見せられるんですけ ど、はい、考えてしまうと身だということが、まあ、逆のブラフもありますけど、うん、あ、さあフラッシュバック、フラッシュバックしましたね、うん、しない方がエディクトを買わせたから良かったんじゃないかな。あ、コラのメール取っといても良さそうです、確かに。うん、これ難しいですね、うん、このまた何を戻すか。春章の魔導士2枚とも落としましたかね。お、お、当てましたね。手は悪意の袋、春章を2枚とも戻した。1枚かで、ここでこれが、ね、2点と回収、強いですね。デルバー回収か。さあこの春章も間に合わないくらいになってますね。デルバーあれ手札ですよね。そうですね、場じゃないですね、はい、でシアンか渦巻く知識、シアンか渦巻く知識か、土地を戻したいから渦巻く知識です、うん、毒の濁流はないないですね。早めに探さないとライフが持たない、うん、さっき大袋当てたの見事でしたね、うん、はい、普通なら春章って言っちゃいそうなところなんですけど、いたしょ、はい、私は調査から除去除去春章、さあそこでライフが9、あと3回デルバーを出さない。あ、もしかして放送ボイル引いた。なるほど、はい、その可能性がありますね。そうですね、デルバーを出さないのは不自然ですよね。普通なら出しますよね、うん、川北さんもこの違和感に気づいているでしょうか。アタックはテイクした方が良さそうだったな、うん、瞬章でもうひたすらネメシス対策を探して、あ、さあ布告だか、布告間に合いそうですね、うん、そうですね、除去が今いっぱいあるので花トークンを除去除去して布告で間に合いそう。あ、通しましたね、うん、通す、合ってる合ってる、不思議で、お、ライフレースプランに持ち込んでますね、うん、さあここ
で稲妻。稲妻本体、あ、まあでもシギレーンならいいか。あ、これで4点、4点か、2ターンプランか、確かに正しい。さあシギレーンも追加。お、シギレー強い。デルパンも出した方が良かったかな。でも難しいですね。うーん、オールインした方が実は良かったんですけど、まあそれは僕たちが上から見てる神の視点で見ているから。さあここはここでモータイムでアタックすることで、まあ、除去エディクトで間に合うように仕向けていますね。で実はブロックしない方が良かったですね、うん、エディクト、あ、間に合いましたね。お、これで川木さんが川木さんがなんか目の前のものは何とかした、流れるようなゴールになりましたね。ネメシスで倒したって、まだわからないですね。難しいですね。今やっぱりデルバー出すべきだったんですね、うん、出してたら勝ってたかな。さあここでまたもカブラ、あ、難しすぎる、戻し切り方、これ一発で当てたらマスターですよ。マスターですね。お、瞬章きっちり当てましたね。当てましたね、うん、素晴らしい。これは値千金の瞬章で、多分次のアタックはテイクして、うん、で変身すれば4点なんで。さあここ何を積んでいたか、確かコラガンの命令だったような、だったような。ハラハラしますね。ハラハラしますね。さあコラガンの命令で回収して一番嬉しいのが、多分このターンシギレーまで出しちゃった方がライフレースに持ち込んだ方が良さそうなんで、一応生き残れば回復もできそうですね。そうですね、むしろ花とダメージレースできちゃうんで、うん、花の使い方が難しい。あそこ全部出さないですかね。神の視点かな、うん、本当に。すごいいい勝負ですねこれ、うん、やはりレガシーシーンかかってるものがちょっとやはり違いますよね。このずっと追い続けてきた川北選手ということで、でさあやはりここでしぎれ、しぎれ、はい、花バンテージで、花バンテージ。さあドローは森本選手、そろそろ土地でもおかしくない、うん、さあ川北選手座り直した。ちなみに花で自滅ありますねこれ。あります、はい、毎ターン3点ずつ減るので、折原さんが何も引かないと花バンテージで、なるほど、負けますね。話が、話が不毛か、ダメだ。さあここは回復はする必要ない。はい、2点の方が間違いなくない、はい、さあかなり息が詰まる攻防でしたが、ですが、あ、いやでももう一旦あるのか。もう一旦ありますね、はい、稲妻などなどあれば。そうですね、ここで引けるか稲妻を。ライフもしかして食い違ってます？食い違ってる。多分ライフは辿れると思うので、まあ4なら4ですね。4ならまあ、うん、ビーム、あ、なんかもう変なポーズしてますけどこういう時は、あ、違った、違った、あ、だめですね、違いますね、稲妻じゃないですね、斎藤信夫さんの時も皆さん、さあ本当にもこれ稲妻か、稲妻か、稲妻であれば勝利。あ、近かった。これでライフは1、神防衛ですね。神防衛ですかね、はい、これは。さあライフが1対1で
1対1でしぎりビームで、ここで投了宇野選手握手はい、というわけで、はい、第9期レガシー新決定戦は川北志郎選手が防衛となりました、はい、おめでとうございます。やっぱり勝ってしまうんですね。手繰り寄せましたね。折原さんオールインしてたら勝ってたんですよね。そうですね、やはり出る場まで出したね、はい、